はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、低糖圏と寝低糖圏の違い、まあ、特に不純性について解説していきたいと思います。で、この違いが分かっていない方はもうほぼほぼ理解学習が日頃からできていない方なんですね。なので自分自身が理解学習できているかどうかを確認するためにも、ぜひこの動画最後まで見ていただければと思います。で、今回は特に不純性についての話をするんですけども、それに至るまでの前提としての考え方だったり、理解すべき点、これも合わせてお伝えをしていこうと思います。つまりこのように考えていったら、低糖圏は不純性ありますよね。一方で、寝低糖圏は不純性ありませんよね。これが結論なんですけども、これに至るまでの考え方が理解できます。この動画を最後まで見ていただくことで、理解していただけますので、ぜひどのような考え方で結論を導いていくのかご覧いただければと思います。まずはじめに、左が低糖圏の話で、右が寝低糖圏の話になります。で、まず見ていただきたいのが、B さんは A さんにお金を貸しました。で、B さんは A さんにお金を貸すことによって、貸金債権を持ちます。で、B さんとしてはお金貸したはいいけれども、帰ってこなかったら困りますよね。何かしら保証って欲しいじゃないですか。もし人で保証するというのであれば、それは連帯保証だったり、普通保証人とか、つまり保証人って話ですよね。人で保証するのが保証人。一方で、不動産で保証するのが低等権です。つまり万一 A さんがこの借りたお金を返せないといった場合、この不動産を売却して、そこで売れたお金から B さんは貸したお金を回収する。これが低等権です。で、この貸金債権のことを、非担保債権という言い方をします。これは頭に入れておいてください。非担保債権ですね。担保って出てきたら、もう保証って置き換えてください。で、非っていうのは、まあ、受け身っていう意味なんですよね。つまり、保証されている債権です。何で保証されているかというと、この不動産で保証されている債権なんですね。なので、非担保債権という言い方をします。まあ、もっとわかりやすく言えば、低等権の大元となっている債権、低等権を設定する原因となった債権と考えていただいても大丈夫です。これが非担保債権です。まあ、ここまでがちょっと法律用語の話になってくるんですけれども、まず低等権っていうのは、非担保債権は特定されているんですね。これまず一つ目のポイントとなってきます。これはどういうことかというと、この低等権を設定した大元となっている債権はこの債権なんですよっていうふうに特定されているんです。つまりこの低等権と非担保債権はセットなんですね。お金を貸して発生した貸金債権、これを保証するために低等権があるんだということです。逆を言えば、この貸金債権、つまり非担保債権がなければ低等権はないっていう話なんですよ。ということは、もし A さんが B さんに対して借りたお金を返したというのであれば、この貸金債権ってなくなりますよね。なくなったらどうなるか。この低等権、一人では存在できませんよね。先ほども言った通り、この債権と低等権はセットって言ったじゃないですか。非担保債権と低等権セットですよね。つまり、お金を返してこの貸金債権がなくなったら、当然に、低等権も消滅するっていう話です。当然にっていうのは自動的にって置き換えてください。お金を返したら自動的に低等権も消滅するんだっていう話なんですよ。これが不純性です。つまり低等権は不純性があるということなんですね。非担保債権が消滅したら自動的にこの低等権、セットとなっていた低等権も消滅するんだ。これが低等権は不純性があるの意味です。で、続いて、寝低等権の話入ります。寝低等権っていうのは、多くの場合が会社が利用するんですね。会社っていうのは事業資金が必要なので、お金を銀行から借りたり、また返したり、借りたり、返したりって繰り返し行うんですよ。で、お金を借りた時に都度低等権設定して、で、お金を返したら低等権を抹消して、こんな登記の手続き、めんどくさいですよね。そのためにあるのが、寝低等権という制度なんです。これは、繰り返し、お金を借りたり、返したり、することを前提としているものなんですね。
なんで、例えば、まあ、A さんが会社だったと仮定して、まあ、B さんが銀行だったと、イメージしていただくと分かりやすいと思います。会社と銀行ですね。で、ある会社が銀行からお金を借りました。で、銀行は、この会社が所有する不動産に、寝定当権を設定しました。で、これは先ほどお伝えした通り、定当権でも別にいいんですよ。いいけれども、繰り返し貸して返して定当権消滅させて、また貸して返してで定当権を消滅させてっていう手続きがめんどくさい。だから寝定当権を今回設定しました。で、この寝定当権っていうのは先ほども言った通り、繰り返しお金の貸し借り、これを前提としているんです。別に一回だけでもいいですよ。一回だけでもいいけれども、基本的に寝定当権を使う場合っていうのは繰り返しお金を貸したり返したりすることを前提としているものなので、まあ多くの場合がお金を貸したり返したりっていうことを繰り返すっていう話です。で、今お金一回貸しているわけだから、貸金債権これ持ちますよね。で、またお金を貸しました。そうするとまた B さんは貸金債権これ持つわけじゃないですか。これらっていうのはまあ非担保債権なんですけれども、同じようにこの寝定当権で保証されている債権ですよね。だからこの二つ、非担保債権です。で、このように見ると、寝定当権って非担保債権特定されていないっていうのがわかりますか？どういうことかというと、この寝定当権で保証されているものは、現状はもちろん特定されてますよ。これとこれだけじゃないですか。でも、またお金貸したらまた貸金債権、これが非担保債権になるわけです。つまり、これとこれとこれって常に一定なわけじゃないんですよ。お金返したら、これなくなりますよね。この借りたお金、返したって言ったらまたなくなる。そうなると、非担保債権はこれだけ。みたいな感じで、もう特定されていない。頻繁に変化するんです。変わってくるわけです。非担保債権が何かっていう。この対象となる非担保債権は変わってくる。だから、特定されていない、ということなんです。こっちの場合はもう完全に特定されてましたよね。もうこの債権だけなんですよ。定当権で保証されている債権はこれだけ。だからこれがなくなったらこれなくなるって言ったじゃないですか。一方で寝定当権はこれがなくなったとしても、この寝定当権って消滅しないんですよ。これは残るんですね。つまり非担保債権と寝定当権っていうのは、まあ、切り離されているって言ったイメージなんです。あくまでもこの寝定当権というのは、一つの箱と考えていただけると分かりやすいです。箱です。ここにお金を借りると、ここに借りた分のお金が入ってくるんですね。で、返すと、こっからお金を出すといったイメージで、これが何を示しているかというと、ここの箱の中に入った債権が保証されている債権です。この寝定当権で保証されている債権といったイメージです。寝定当権には、極度額というものを設定しなければいけないんですね。例えば極度額を1億円で設定した。つまりこの土地で保証される限度額っていうのは1億円ですよっていう話です。まあイメージとしてはこの箱の容量が1億円だったといったイメージです。例えば A 社が銀行から1000万借りましたというのであれば1000万円をこの中に入れるわけですね。1億円の箱の中に1000万円入れます。この1000万円はこの不動産、これで保証されているわけです。で、続いて5000万借りました。そうすると合計するとこの中には6000万円入ってますね。この6000万円、まだ1億円足していないわけだから、まだ保証されるわけです。で、続いてプラス5000万円入れましたとなってくると、これ1億1000万円じゃないですか。つまり A 社は B 銀行から1億1000万合計借りているとなった場合、この場合もう極度額を超えているわけなので、1000万円分については保証されないんですね。万一この不動産を売却して1億2000万円で売れたとしても、この寝定当権で保証される金額っていうのはマックスで1億円。なので1億円を優先的に B さんは回収することができる。もちろん1億2000万円で売却できたというのであれば、2000万円は A 社の元に入るわけだから、まあ、そこで入ったお金から回収するってことはもちろん可能ですよ。ただ今言ってるのは、この寝定当権で保証される額を言ってるわけなので、まあ、その場合はマックス1億円なんだと、まあ、いうことです。つまり直接的に回収できる金額は極度額までだよという話です。で、まずここで関連ポイントをお伝えすると、この債権、まあ、非担保債権ですね。今お話ししている内容っていうのは、
B 銀行が A 銀行に貸した、これ貸金債権だけですよね。で、寝定当権では一応、この債権っていうのは一定の範囲内って決めるんですよ。どの範囲の債権を保証するかというものを決めるんですね。つまり何でもかんでも保証するよっていうのはダメなんですよ。ちょっとこれ一つポイントなので頭に入れておいてください。細かいことは分からなくても大丈夫です。とりあえず頭に入れていただきたいのは、非担保債権の範囲は特定しなきゃいけないよ。一定の範囲内じゃないとダメだよっていう話です。まあ、今回は貸金債権に決めました。まあ、これは契約で決めるんですけれども、まあ、そういったイメージで大丈夫です。すべての債権を保証するというのはダメだよっていうのを、包括寝定当権の禁止という言い方をします。まあ、これもしかしたらテストとかで問題文とかで出るかもしれないので、この言葉は頭に入れておくといいと思います。包括寝定当権の禁止ですね。で、続いて、非担保債権っていうのは将来発生する債権でも OK なんだよっていう話です。これは今お伝えした具体例を考えていただいたらわかると思うんですけども、将来発生するっていうのは、今は発生していない債権であったとしても、これから将来発生する債権、これも非担保債権になりますよっていう話です。今この状態を見てください。ちょっと今のこの状態見ていただきたいんですけども、寝定当権だけ設定した状況を考えます。まだお金借りてないんですよ。お金借りていないけれども、寝定当権だけ設定するっていうことも可能なんですね。つまり、この箱だけ設定すると、まあ、いったイメージですね。この箱だけ用意するといったイメージで考えていただいてもいいです。で、まだお金借りていないけども、じゃあこれからお金を借りますよと。で、実際お金借りましたよ。そうすると、貸金債権発生します。そうすると、これが非担保債権となって保証される。っていう話なんです。寝定当権で保証されるという話なんですね。つまり、将来発生する債権も、非担保債権として OK なんですよ。っていう話です。ここも頭に入れておきましょう。で、続いて、不従性の話いきますね。一番最初に寝定当権は不従性ないって言ったんですけども、これちょっと先ほど触れたんですが、これお金返しましたと。A さんが B さんにお金返したとなったらこれなくなりますよね。なくなったとしても、この寝定当権は自動的にはなくならないんですね。当然には消滅しないんです。これが不従性がないという意味合いなんですね。つまり非担保債権と寝定当権、つまり箱ですね。寝定当権はこの箱なので。この箱っていうのは別々だよ。非担保債権と箱は別々。全部お金を返したというのであれば、この箱には何も入っていないだけですよっていう話です。ただ、寝定当権はまだある。箱はあるわけだから、まあ、その後またお金を借りたというのであれば、また貸金債権発生しますよね。ということはまたこの箱の中にお金を入れることができる。といった感じです。つまり、箱と非担保債権は別々なんだということです。一緒に存在しなければならない理由はないんですよ。ここもイメージとして頭に入れておいてください。定当権とは話が違います。定当権はもうこれとこれはもうセットなんですよ。だからこっちなくなったら自動的にこれなくなりますよっていう話なんです。つまりお金を返して貸金債権、非担保債権がなくなれば定当権はなくなりますよっていう話しちゃうね。一方で寝定当権はお金を返したとしてもこの箱自体はなくなりませんよっていう違いがありますので、ここまでを理解してください。多くの方が結論だけ、定当権は不従性があるよ。寝定当権は不従性がないよっていうことだけしか覚えてないんですけども、今言ったような考え方が頭に入っていれば、定当権の基本的な性質だったり、イメージだったりっていうものを一緒に頭に入れることできるじゃないですか。そうすると、他のルール、例えば随伴性だったり、そういったところも理解できるようになってくるんですね。これが理解学習なんです。で、こういったことっていうのは自分自身で専門書とかで調べながら勉強していかないと、なかなか行うのは難しいです。おそらく予備校でも説明してないし、通信講座、大手の通信講座でも説明していないと思います。なので、もしあなた自身、自分自身でできるというのであれば、ぜひ理解学習行ってください。そしたら1回で合格できます。で、もし自分自身でできないというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。個別指導であればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。
あなたの受講をお待ちしております。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。